広島大学附属中学校、高等学校。広島大学附属中学校、高等学校。広島大学附属中学校、高等学校。広島ユニバーシティハイスクールは、広島県広島市南区水一丁目にある、男女共学の国立中学校高等学校。略称、附属。また、住居表示実施前は、南町三丁目だったことから、 OB や広島大学関係者などからは、南と呼ばれることがある。1905年、明治38年、広島高等師範学校付属中学校、旧制としての開校以来、100年以上の歴史を持つ。広島高等師範学校、現、広島大学は、西日本の中等教育の拠点であり、東京師範学校、東京教育大学、現、筑波大学と、 東西で総壁を成していた。現在も広島大学の付属学校として、先進的な教育研究と全学の中学、高校教員免許取得希望者を対象とした教育実習を追っている。国立大付属高校としての歴史は古く、東の筑波大付属高校と並び称される。戦時中には特別科学学級が設置されている。2005年、平成17年に、 創立100周年を迎えた。スーパーサイエンスハイスクールに指定され、広島大学や他大学と連携した高度な研究が行われたり、多くの講演が行われたりと、積極的な活動がなされている。勉学のみではなく、全人教育を目指しており、多くの活動が行われている。1学年の定員は、中学校が120名程度、高等学校が200名程度である。 ただし、広島大学附属学校園の再編計画に伴い、将来的には高等学校の定員を現在の8割程度に減らすことが決定している。高等学校には附属中学校からの連絡進学枠が存在し、中学校在籍者数と同数が用意される。そのため、中学校からの入学者は高等学校に進学できる形式である。 高等学校の校訓は以下の通りである。また、中学校の校訓は以下の通りである。正門の奥手、中学校校舎と高等学校校舎の間に位置する RC 造り平屋建て、一部2階建ての行動は、広島市内では数少なくなった原爆被災時点での形態をほぼ維持する被爆建物の一つであり国の登録、有文化財、建造物である。 1924年、大正14年に、現在の本校校地、当時の住所は、南町3丁目に設立された、官立広島高等学校の校堂として1927年1月に、竣工した。この校堂は、文部省営前課による古典様式を取り入れた設計となっており、正面入り口の床には後期によって25、2587年と竣工の年が記されており、 当時の社会情勢及び旧制、広高の社会的地位をもっている。当時は、校内の行事、課外活動の場として使用されたほか、音響の良さから、コンサートや NHK の実況放送の場にも、使われた。1945年8月6日の、原爆被災時には、爆心地から 2.69km の位置にあったが、鉄筋建造物であった、行動自体の被害は、 窓が割れるなど警備であった、し下,下の木造校舎、雨天体操場などの施設は、前半回、校内にいた教職員、生徒から多くの負傷者が出た。このため行動は、直後から避難してきた被爆者で溢れ、しばらくの間、うろうをしのぐ、避難所として使用された。被爆後しばらく校外で授業を再開していた広高が百四十七年十月に、南高知に復帰した後には、 この行動は、市内のほとんどの学校施設が消失、破壊され使用停止となった中、数少ない貴重な文化施設として、学生の文化活動の拠点となっていた。1949年5月、旧聖広高が、新生広島大学に包括されると、この行動は、同校が母体となって発足した、広大教養部、現、 総合科学部の施設としてそのまま使用された。その後1961年、教養部との高地交換によりそれまで広大、本部キャンパス、当時、現在の東仙田キャンパス内に立地していた、広大教育学部付属中、高校が現高地に移転してくると、同校の行動大人、2014年現在に至るまで、 現役の施設として使用されており、内部装飾の一部は戦前以来のものがそのまま使われている。1994年には広島市により被爆建物に指定、登録され、さらに1998年9月2日には旧姓広高 OB の運動もあって、文化庁より登録有形文化財第34から0 0 1 6号に登録された。以前は渡り、 廊下が設置された正面が見えにくくなっていたが、2010年現在はガラス屋根に変わったことで、学校正門からファサードが見えるようになった。なお、学校施設のため行動は原則非公開であり、見学に際しては事前に相談する必要がある。体育祭が盛んなことでも知られる。昔から盛んであったが、1990年代に入るとその規模は、 さらに大きく拡大し、毎年壮大なスケールで行われる。各学年が、白、赤に分かれ、それぞれに、団長一名、副団長一名からなる、団長団がいる。また、白、赤それぞれに、ヤグラと呼ばれる、白を模したものを作る。その前を、大道具と呼ばれる、祭りの出しのようなものが更新する。高等学校在籍制というによる、赤、 白に分かれてのマスゲームは、高校生の体育祭としては相当大規模であり、近所の住民がマスゲームの時間に合わせて見に来ることも多い。ただし、最近は、矢倉が一つとなり、マスゲームも従来の赤が太陽、白が月と名称を変えている。マスゲーム以外にも、応援団、応援団、チアリーダー、衣装、団長団、マスゲーム幹部の衣装を作る、制作、 やぐらや出汁を作るが、盛んに活動をしている。1990年代以降の高等学校、卒業生で、体育祭と比較して、文化祭は、小規模で、こじんまりと行われていた。その要因としては、体育祭が前述したように、大規模に行われるため、高等学校生徒のほとんどが体育祭の方に、力を入れて、島、ま、文化祭に、 さほど関心を持たなかったことが挙げられる。2000年代に入ると、生徒及び教職員による努力によって、文化祭も体育祭同様、盛んに行われるようになっている。現在では、中学校では体育祭より文化祭の方が人気がある。生徒会所属クラブを一家に示す。毎年4月と10月に監査局、生徒会に所属する機構の位置に、 資格認定を受けなければ活動ができないことになっている。なお、伝統的にクラブを一般的な部ではなく班と称する。まず運動部と文化部に分かれ、それぞれの下に班が置かれる。中高は中学、高校ともに存在する部活動、それ以外は高校のみに存在するものを表す。卒業生の会はアカシア会と呼ばれ、 全国の主要都市圏に支部がある地元広島では毎月17日に例会が開催されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。